待ってくれ待ってくれ。さて、確かね、やれることはもうやってっていう感じだと思うんだよね。恨みの炎だよね。これクリア、うん、するのが第一だから、このかまいたちね、なんか化けないかなとか思ったりもしてるんだけどね。ちょっと育ててみるか。飛行追半円、まあ、これかな。で、せっかくなんで、次やってみようかなと思います。婦人坂新しくやっていきましょう。はい、こんばんは。では婦人坂やっていきましょう。琥珀8000ってやったね。スズメちゃん、あれ、意外と改めて使い直すと強いね、かまいたちね。動きが止めれるのはでけえよ。痛い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 、めちゃくちゃ強いじゃん。これいいね。ちょっと強化したらそれなりに使い勝手はいいね。そういうことね。あ、ちょっと待ってね。ダメか。次やばい、それはやばい。痛い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 、一発か。そうそうそう、君そっちに行ってもらって。おい、ありがとう。あ、黒曜石でかいね。あやつらはで、虫。いやいや、もう強いの分かってるからね。
ほう、キジ。危ない危ない、逃げないとね。違う違う違う、方向が違う。意外とな。あー、ダメだな、コントローラー弾く全部反対向くわ。痛い痛い痛い。ドン。まだあんの？やばい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 。おおお。よしよし、まずしか、まずしか。この先まだあるかな。いや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 、しかも夜になってしまうんだよな。昼間でこのレベルだと、あ、いや、終わりっぽい。あぶねあぶねあぶね。さあ、自然の道と探索場所が出たね。妙脈か。もうちょいかな、戻ろう。いただきます。さあ、特に話はなし。自然地2つついたけどな。そもそも探索ができないんで。お、カイマルが大きくなったアイガモを野に放ち、若いアイガモを連れてきましたと。風車習得。風車。電光石火で確認しよっか。風車は、あ、違うね、こっちだね。風車、貼り付けた相手を振り回し思い切り地面叩きつける。あ、これいいね。あー、なるほど。これね、前後ろの判定が難しいんだよね。とりあえず、朝巻きだ、違う、多分、ま、あれだよね、魔王、粗食だったっけ。で、巻こうか。はい、こんばんは。綺麗には負けるな。やっちまった。もうちょい持てるといいんだけどね。これはやばい。一旦持って。何？
待ってくれ待ってくれまさに一文字やね。逆に分からんこれ。めっちゃ難易度上がるじゃん。ほい。うーわー、めっちゃ。めっちゃ変な巻き方になったわ。特に大丈夫。カエマルね。カエルですか。カエマルどうするですか。ミユ。この色は緑って言うですか。うい、ミオイ。当たりました。よくわかるね。なるほど。なあ、生き物をめでるのも良いが、さすがに炊事場では控えぬか。は、そうですね。行きましょう、カイマル。まあ、確かにね。それがしを見るともカイマル少し甘すぎるか。カエル不思議ですね。甘すぎるか。過保護でなければいいんじゃないかな。何か作るですか。油。このあたりは、そうだね、これぐらいにして、何かを食べるですか。まあいいか、これで。あ、やっぱあれ時期だけに発動するんだ。へえ、面白い。さあ早めの夕飯です。だね、やっぱイベント進めない限りは特にって感じだね。さあ退避完成。まず幕で、ある程度ね、負けるようなやつはやっとこうと思ってて。能力の上がりが全然違うんだよね。力飛躍のもと、あ、多分使わないはず。そしたら出ようか。でここ歪め、あ、歪めか。行ってくる。そう、あのね、いろいろ見てて、まあ、前回やってて思ったのが、そのいい行ってくるよ方を実らせようと思うと獣の糞がどうしても必要で、大量にちょっと集めさせる工夫をしないといけないんだよね。さあ、死での道。あー、なんか、おー、なんか来た。色変わったね。
気持ちいいこれ。マジで。あ、ここはもう戦闘だけか。変なところ来てしまったぞ。これはやばいな。ようやく上の方まで参りましたな。おお、とうとう上まで来たか。よもつがみとなった足雲と鬼衆が争うておるのでございますな。ノージーよ、よもつがみとか珍しいものではなかったのか。この調子ではまだまだ現れるぞ。この先の過去には我らの知らぬ何かがあるのやもしれません。もう一息ですぞ、お姫様。あー、近いらしいけどまだまだっていう感じか。あ、でもクリアだね。あれ、これえ、どういうこと。あれ、もしかしてあれかな、ある程度イベント進めないとダメみたいなのが出てきた。あー、総合探索度っていうのが低いのか。これ琥珀を集めるとか、ここ行ってみようか、赤い毛の人とか。そうか、自然とこう頑張って集めないといけなくなってくるね。あ、出てきた、石王山加工へ行けるようになったと。あ、でもさすがにこの状況でも行くのはね。さあ、塩赤にゲット。そうか、もうちょいだったんだね。はいはい、これあれだな、探索度上げながらしないとダメだね。さて、何が手に入ったかな。7、あ、偉いね、7はありがて。卵はあるね。虫に逃がさなくて大丈夫かな。よもぎ。草は入っとらん。つくし、あー、つくしなんか食べるのに使えそうだね。梅なかったっけ。梅。帰る。意外とカエルとか大事だからね。あ、いた。そういえばアヒルの使いどころは結構大変そうだったんだよな。まあ、今回野に流したいなと思うんだけど。何
加工品ですか？よむき、これでいいか。何か食べるますか？そうだね、多分なんか強そうな感じがするんだよな。自然治癒腹を持ち、クス死がついたと。まあ毒があった時には毒の対策はできるって感じだね。で、念のためセーブしておいて、さあ火山加工に行きますか。まあただ巻いて、また肥料を作って、積み皮は、竹ね、意外とこう命がガンって上がるのはいいんだよな。意外とね、卵がね、使わないんだよね。よもぎ、にんにく、やっぱ飛躍の元は上がるのか。伸びがいいね。イベントは特になしと。あ、いや、なんか作れないかな。なんか作るかや。結局足りないね。そしたら、向かおう。行ってきます。赤い丸に、で、近場へとね。行ってこい。で、僕は石油山の加工に行ってみたいと思います。さて、山頂だね。長き時を経てなお月の炎を膨らむ火山洞窟、内部は溶岩のうごめき、散っていったアシグモ族の怨嗟が響くと。猛者たちの呼び声がさらなるよもつがみを生み出していくのか。めっちゃいやらしそうなマップな気がするんだよな。あ、やっぱね。お、足雲飛病、飛病、あ、投げてたやつか。マリオ的なやつは出ないね。うわ、これきつそう。落ちたら、勢いがいいな。なんか武器作れそうだね、あれでね。おお、ここで鉄鉱石と。めっちゃ燃えてるんだけど。
ういうことね。あちゃ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 、いや、飛燕必須じゃん。あ、いいとこ。鉱石結構手に入るのはありがたい。あちゃ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 、あちゃち。やっぱ強えなー。いやー、壁気にしながらやらないといけないの辛いな、意外と。あ、しかも必ず出るわけじゃないのか。攻撃。はい、もう一丁。これしたかったんだよね。危ない。ああ、やっぱあったー。危ない危ない。移ろいの粉か。まあ、意外と黒曜石出るね。ああ、通れないね。で、ダメージが意外と高いと。まあまあまあ、じっくりね。いやー、むずい。よし、これで進める。いやー、つえー。お、奥に入っていくスタイルはなんか久しぶりに見たな。あちゃちゃちゃ、あちゃちゃちゃ。
出ないな。てかなんかすっげえ音してたよね。お前か。よし、なんとか倒せた。で、あ、探索しがいはあるね、鉱石系はね。はいはいはい。なんかありそうでないね、意外とね。マジか、意外と避けるな。意外とやな。この投げ多分強いはずなんだけどな、なかなか発動できないね。これ降り、あつ、そういうのないのね。アイテムがあるかなというちょっと期待をしたんだけど、あったね。よしよし。黒曜石めちゃくちゃ手に入るけど、そんなもうレアじゃないのかな。あちゃ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 、あーいいね、いい眺めやね。いていて、いていて、そうなんだよね。勝手に入ってくれるんだよな。待つだけにいっか。よし、危ない危ない。奥あるんだよな、取れそうなやつ。でもあんまり奥に進むっていう概念がないんだよね。あ、ちょっとちょっとそこは、飛躍の元はありがたいね。能力アップには欠かせんからな。よし、次その3。あー、ありがてー。その3か、まだまだありそうだね。あ、ですよね。解放してこいか。毒ガスがあって。あー、ダメ。あー、きつい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 。それは、それはえぐいって。しかもなんかいるしね。ガムシにしていけるのもありがて。
これはいけない。よし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 。で次は、あー、雑魚敵がいるからか。そうなのよね、敵がいると回復できなくなるっていうのが結構辛いんだよな。これはさすがに無理か。その地味にさ、地味に飛び道具使ってくるのやめなさいって。意外とねー、おい、どこを見ておれ。オッケー、いて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 、やばいやばい、もう夜が来る。もう一回ぐらい、もう一回そうぐらいは行っときたいけど、あ、行けたところでもだろうな。でもな、満腹の粉、へえ、それなんか初めて聞いたような感じも。やばい、これは、これは多分瞬殺される多分。あーだよね、夜40だもん。そりゃ無理だ。